花嫁と花婿は永遠の愛を誓いますか？誓います。りっちゃんが結婚ってなんか感動するな。苦労してたし。まさかりっちゃんが結婚するなんて、よかった。なんか結婚式って長いね。なんか飽きてきちゃったな。それなら私暇な時間あると思ってラケットとボール持ってきた。私もお腹すくと思ってグミ持ってきちゃった。俺も粘土持ってきちゃった。じゃありっちゃんにバレないように遊んじゃう？遊ぼう。ルール説明。花嫁にバレずに式中に遊べ。遊び道具は物によって得点が違うぞ。花嫁にバレたらマイナス1点、バレた瞬間に前に連れて行かれて罰ゲームが待ってるぞ。制限時間10分が終わる頃に一番得点の高い人の勝ちだ。それではゲームスタート。挙式でこれ。なんかうるさいな。みんなありがとうね、今日は。おめでとう。ごめんなさい、聞いてください。健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も。あ、なんかうるさい、なんかうるさい。うっち。おめでとう、りっちゃん。お祝いしてくれたんだ。うっち、お祝いしてくれたんだ。ありがとう。そうだよ。でも、普通結婚式は聞いたことないよね。ちょっと、罰ゲームがあるんだ。何それ？結婚式ですよね。結婚式だよ。3、2、1。今日来てくれてありがとうね。遊びになってくれたら理由ですね。そうだよね。うん、シャープ見てくれよ。なんかうるさいの。ミミ？ん？何それ？ミミ？何食べてるの、ミミ？これから美味しい美味しいご飯が待ってるのに、ひどいな、ミーミーったら。ミーミーには結婚式の作法を厳しく教えてあげる。りっちゃん、焦るでしょ。うわぁ、うわぁ、ミーミー、今日は来てくれてありがとうね。これからも楽しんで。結婚式、褒める時も、貧しい時も、夫を愛、敬い、慰め愛、それでは、誓いのキスを。うわぁ、うぅ、キスだ。うわぁ、ご両親への感謝の言葉を述べてください。はい、わかりました。じゃあ、お父さん、何してんの？披露宴の年もあ、そう、挙式ですか。はい、披露宴と勘違いしてました。最初のやつだけそれ楽しんでくれるのさ、嬉しいんだけどさ。幸せを分けてくれるんですか？うん、恥ずかしいけどね、もう全然見えない。なんかちょっと、ちょっと全然見えない。そうですね、うん、はい。それでは、妻、りっちゃん、はい、会場にとご主人様のご挨拶を、はい、あ、ご挨拶ですね。会場にご挨拶したいと思います。はい、みんなりっちゃん、それ何？お祝いに、りっちゃんさんにこっちやってあげようかな。え、すごい嫌だ。ちょっと、ダメだよ、ちょっとこっち来てくれる？私もあんまり使い方とかわかんないから、なんか変になっちゃったらごめんね。変になっちゃう。怖っ。壊れちゃうよ。演技かもしれない。ドビちゃん、私の結婚式楽しんでね。怖い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 。お友達でも。じゃあまず、ヨルチはりっちゃんさんに来ました。なんかうるさいな、なんかうるさいな。あれ、なんか人数減った？あ、そうみたいな、なんかみんなちょっとお手洗いって。あ、お手洗いって言うんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。ごめんごめん。なんだろう、妹みたいな存在で、すごく可愛くて。なんかうるさいな。あれ、咳声してない。え、咳声してない。あれ、咳がどんどんした。あれ、シュンシュンは、うんこ言ってんだから、シュンシュン、もうやだ、結婚式中に。わかんないよね、そう、シュンシュンね。で、ミーミーは可愛いね。俺と結婚するって約束したじゃないか。してない、してない。
いっちゃん俺のもんだぞ。え、いやいやだそんな。ちょっと待った、よっち。私と親交を深めたというのに、なんだその男たちは。よっち、なんでこんなとこにいるのよ。あんたエジプトに帰ったんじゃない。エジプトから聞いたよ。私はよっちがエジプトに行くって言うから諦めたのよ。帰ってきたのよ。あれ、みんな後見しとっちゃい。みんな、これ結婚式だからね。ごめんなさい。それでは、はい、結婚式しまして、花嫁によるブーケトスを、ブーケトスやりたい。やります、やります。ウェディングケーキ食べた。やばくない？それはまずくない？え、やばいでしょ、普通に。え、ジュルシュ、そんな、え、そんなダメだよ、ウェディングケーキ食べちゃ。うん、うん、ダメだよ、ウェディングケーキなんか食べちゃ。おいしい？おいしい？よかったよ、ダメだよ。もう言葉は出ないぐらいおいしいみたい。ちょっと今からブーケトスやるからさ、ほらみんなそこ並んでよ。よし、みんな欲しいぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当の結婚式は呼んでね。
この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。このバレルシリーズぜひお楽しみください。それでは次の動画で待ってろー。11月6日日曜日にボンボン TV のイベントを開催しちゃいます。今回のイベントタイトルはボンボン大運動会先生みんなを楽しませることを誓います。会場に来てくれたみんなと楽しめるような内容が盛りだくさん。チケット発売中なので概要欄にある詳細を見てみてね。会場でみんなに会えるのを楽しみにしてるよ。